ガブリエル、ガブリエルは、旧約聖書、ダニエル書にその名が現れる天使。ユダヤ教から、キリスト教、イスラム教へと引き継がれ、キリスト教では、ミカエル、ラファエルと共に三大天使の一人であると、考えられている、ユダヤ教ではウリエルを入れて四内天使。西方キリスト教美術の主題の一つ、受体告知などの西洋美術において、彼は優美な青年で描かれる。には、 威厳のある表情で描かれることもある。聖書においてガブリエルは神の言葉を伝える天使であった。ガブリエルという名前は神の人という意味である。日本ハリストス聖教会では教会スラブ語読みからガウリエルと呼ばれている。キリスト教において最後の審判の時にラッパを鳴らし死者を蘇らせる天使はガブリエルである。ユダ王国の滅亡から バビロン保守時代を舞台に書かれた旧約聖書のダニエル書の中で預言者ダニエルの幻の中に現れるのがガブリエルであり神がその名前を呼ぶ場面がある8章15節から17節3章をダニエルはオスヤギと羊が格闘する幻を見せられその意味について思い悩むがそこへガブリエルが幻の意味を解き明かすために現れるガブリエルは 終わりの日に関するその幻の意味について、ダニエルに説明する。ガブリエルはキュロス王の出現と、ユダヤ人の解放、エルサレム神殿の再建について語る。三世紀のラビ、シメオンベンラキシュは、ミカエルという名前や、天使の思想は、ユダヤ人が新バビロニア王国に補修されていた時代に、バビロニアの宗教の影響によって、彼らの信仰する神が取り込み入れたものだという説を、 と泣いた。この説は、現代の学者たちに広く受け入れられている。ガブリエルは、カルデアを起源とする存在だったと考えられている。また、シュメール人の神だったという説もある。ユダヤの伝承、タルムードでは、大祖ヨセフに道を示したのも、モーセの遺体を運んだのも、ガブリエルであるとされている。タルムードに収録されている物語、アガーダに記された伝説は、 地上で、あと一日しか生きられないと告げられたモーゼが13巻の文章を一気に書き上げる。その際、神は太陽の動きを収め、火が沈むまでに書き終えられるようにした。その時に、ガブリエルが現れ、その文章を展開の裁判所へ持って行った。そして、ガブリエルは、死の床にあるモーゼを訪れ慰める。ガブリエルは信頼を用意し、 ミカエルが紫色の布をかけた。ガブリエルはキリスト教の伝統の中で神のメッセンジャーという役割を担うことが多い。例えば、ルカによる福音書では、祭司、ザカリアの元に現れて、先霊者ヨハネの誕生を告げ、マリアの元に現れてイエス・キリストの誕生を告げる。聖書本文に名前は出ないが、伝統的にヨハネの目視録に現れて、 ヨハネに神の言葉を告げる天使もガブリエルであると考えられてきた。最後の審判の時にラッパを鳴らし死者を蘇らせるのもガブリエルだという。カトリック教会ではガブリエルは通信事業の守護者であり、その生命祝日はラファエル・ミカエルと共に9月29日である。ガブリエルが聖母マリアを訪れてイエスの誕生を告げた出来事はお告げあるいは 受胎告知と言われ、カトリック教会では3月25日に記念されている。聖母、マリアの純潔を示す、白百合を携えて描かれていることが多い。また、ロザリオの祈りの喜びの原義の第一原義はこの、お告げの出来事になっている。聖教会でも、聖神女、マリアの元を訪れてイいス,スイエスの中世ギリシャ語。 教会スラブ語読みの誕生を告げたのはガブリエルであると伝承されており、生信女福音祭の遺恨にその情景が描かれる。聖教では通例、受胎告知の用語を用いず、聖信女福音の語彙が用いられる。聖教会の聖堂に設置されるイコノスタシスでは、しばしば天群主ミ入るとともに、南門、北門にガブリエルの遺恨が描かれる。杖、または揺りを持っていることもある。 ただし、正教会をはじめとした、東方教会は、西方教会とは異なる歴史をたどったため、図像表現についても、西方教会における状況がそのまま当てはまるわけではない。西方教会のように優美で、女性的な表現は、ビサンティンイコンにおいては皆無であり、西方教会の文化的影響をこむった、地域においてもそうした傾向は、限定的であり、イコンのみならず、 宗教的題材を扱った世俗絵画においても同様のことが言える。ユダヤ教、キリスト教から天使の姿はイスラム教にも受け継がれた。アラビア語ではガブリエルはジブリールと呼ばれている。イスラム教ではジブリールは預言者ムハンマドに神の言葉であるクルアーンを伝えた存在である2九97節等このためジブリールは 天使の中で最高位に位置づけられている。有名な夜の旅の逸話にもジブリールが登場する。ある夜ジブリールに起こされたムハンマドは翼を持つブラークと呼ばれる動物にまたがり天使に導かれてエルサレムへ夜の空の旅に出るルアン十七章。そこでムハンマドは天国と宇宙を訪れすべての預言者に出会い彼らと共に礼拝を行い。 その後再びブラークに乗り、メッカへと戻ってきたという。またハディースによると、ジブリールは624年バドルの戦いにおいて、ムハンマドの率いるムスリム軍と共に、ハンイスラームの戦士たちと戦い、勝利をもたらした。また、ハガル、ハージャルとイシュマエル、イスマーイールが、上と渇きによって死にかけていた時に、彼らのために、 決して枯れることのない井戸をメッカに掘ったという、現在でもカーバに接しているザムザムの泉のことで、伝説によるとムハンマドより数世代前のメッカでの騒乱によって長らく埋められていたものを、ムハンマドの祖父アブドゥルイコール・ムッタリブが再発見したと言われいる。イスラムの伝説では、チブリールは1600枚の翼と濃い黄色の髪を持ち、両目の間には太陽が埋め込まれているという。 彼は毎日、光の大会に360回入り、前に進むと、それぞれの翼から、雫が落ち、アル・ラーフを称える天使となる。クルアンを示すために現れた時、彼の翼は、緑色で東から西への地平線ほどの長さもあり、足は黄色で、輝く顔の両目の間には、神、アル・ラーフの他に神なし、ムハンマドは、 神の預言者なりという言葉が刻み込まれていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。